おはようございます。おはようございま す。野菜生活にハマりました。毎朝野菜生活。今日はですね、見ての通りそこからしてましょう。もこもこなっております。もここれ外したら爆発中だよ、うん、昨日ママに巻いてもらったね。うん、はい、安土桃山時代そこら辺かな、わからない。そんな感じになってるけど、外せばね、綺麗なウェーブがかかってるからね。後でママに外してもらいましょう。はい、はい、何かじゃそれ。おやつ、マシュマロサンド。失敗ではないよ。割れちゃってる。今日朝ごはん？違う、朝ごはんのデザート。デザート。なんかマシュマロが最近ブームだね。そう、秋はどんな仕上がりになるか楽しみでございます。これいつもよりも多く巻いてるのかな。いつも通り。いつも通り。うん、これ美味しいね、あきこ。これも美味しい。うまい。うわ、あんちゃん来たね。いつも学校に履いてってる靴下。最近伸びたかもしれんこれ。これ洗ってるよね。洗ってないのは使わないでしょ。使えない臭くて。でも取ってすぐは結構きつめな感じが見受けられるけど、おー、いいねいいね。広げるといいですね。ちょっとチュルチュル。ちょっとね、半乾きの時にした方がチュルチュルが出るんだけど、後ろも取れたきちゃう。おー、いい感じ。うん、あー、いい感じの速乾ですね。今度パーマかけたみたいなんだよね。すんじゃんから意味ないんだけどね。いい感じのパーマ具合ですね。はい。どうやったらちっちゃいチュルチュルができると、ママ。ちっちゃいチュルチュル、あのほらストッキングみたいな薄いやつでくるくる巻いたら多分もうこんなになるよ。うん、細いやつとか。下ろしますか。うん。そのまま上げてたい。編み込み線で。うん。何がいいかな、カンハ。ポニーテール？釣り髪下ろす？犬っぽくなるんだね。イエーイ、できた。本日はどのように？ポニーテールか髪下ろしか迷ってるんだけど。カンちゃんのはいつもよりもちょっと少なめってこと？うん、少なめ。もうちょっと取るもんね。1、2、3、4、5、6、7。後ろ3つのサイド2つずつぐらい、いつも巻くけど、なんか1個しか巻いてない。手抜き。まあ、昨日ね、遅かったっていうのもあるからね。でも大人の人とかは多分これぐらいで巻くんじゃないかな。いいね、これ。ぼっしゃー。うん、かっこいい。後ろ3つ巻いてしょ。あー、いいね。すごい。あー、いい感じです。体。こんな綺麗なんだね、やっぱ。でもこれって1日で終わる、あの取れるんでしょ。これあの多分スプレーとかすればね、もうちょっと持ちがいいんだろう。学校とかはもうほら、その次の日はもうストレートでいけるってことだよね。例えばこれ反対って言ってたよね。あ、うん、反対だよ。むしろ逆に切る人。整えました。ちょっと編み込む、横、せっかく。さあ、そこから好きですか？うん、ふわふわかわいいね。うん、すぐだけでもかわいいね。うん、欲しい。はっ。
完成。イエーイ。ちょっと後ろの方も見てみてごらん。おお、いいね。いい感じでございます。はい、ちょっとこっちも回ってみましょうか。あ、いいね。はい、こんな感じ。編み込みを一つにまとめたんだよね、両サイドの編み込みを。ここ反対向いてください、神田さん。おお。はい、こんは。学校スタイルにソックカールでございます。そして上に上げた。うん。今はもうちょっとね、結び位置が赤白帽とかかぶるけん。あ、そっか。低いところで。うん。今日は休みの日のね、朝のヘアメイク、ヘアメイクっていうのかな、ソックカールだ。したので動画にしてみました。ました。インターネットとかで調べるとすぐ出てくるよね、ソックカールのやり方。パーマをかけずにね、このチュルチュルな。生かした感じの女子になりますので、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。めっちゃワワになるよ。それではまた。バイバーイ。